2020年、あと3ヶ月で終わるってマジ。あたえまして、どうも、アイチーです。今日から10月でございます。もう時の流れの速さに驚くばかり。あっという間ですね。もう2020年も終わってしまう。で、今日からね、10月が始まりましたので、10月の勉強のポイントっていうのをね、今回話していこうと思います。で、今月はね、ポイント2つ話していこうと思うんですが、まず1つ目として、今、勉強頑張れてる方もいれば、いやー、やべえっていうね、頑張れてないなって思ってる方もいると思う。いろんな方がいると思うんですけど、調子がいい方も調子が悪い方も、すべての方が思っててほしいのが、みんなね、全員が今、心の中にサボり虫、がちょっと活発化してるよっていうのを思っといてください。サボりたいなとかさ、そういう風な誘惑っていうのは多分誰しも持ってる、基本的にはね持っているんだけど、まあ、それをさちゃんと抑えきれるか抑制できるかっていうところがまあポイントになるわけよ。で、10月っていうのはめちゃくちゃサボりやすいです。気が抜けやすい。今年はコロナなんでちょっとね特殊ではあるんですけど、9月から学校が始まりますよね。夏休みが終わって、で、例年でね言うとその最初の1ヶ月っていうのはある程度緊張感があるんで、その中だるみしにくいんですよね。まあ、ちょっと頑張れるんですよ。で、11月っていうのは次の月に冬休みがやってくる。まあ、受験生とかだったらさ、本当にもう受験が身近になってくるので、11月はねある程度ちょっとそこで緊張感が持てるんです。まあ、12月とかはもう言わずもがらねいけると思うんですけど、この10なんですよ、間ので。ここはもう時期的な問題もあって非常に中だるみをしやすいのね。で、今その定期テストある方多いと思うんですよ。10月っていうのはまあ1週目2週目3週目いろいろ違うとは思うんだけど、で、もちろん受験生に関してはその1個テストが終わった後っていう、まあなんだろう、一応受験って目標があるからそんなにだるみにくいとは思うんだけど、でもねやっぱそこで気が抜けるんよね。1個の定期テストってものをクリアしたからちょっと休んでいっかっていう。で、普段だったら自分もちょっと休んでもいいんじゃないって思う時もあるわけ。でもこの時期のちょっとってちょっとで済まなくなるんよね。今までだったらちょっと休んで切り替えて走ろうってできるんだけど、長く休んじゃう、気づいたら。で、それはいろんな要因があるんだけど、受験のこととかあるとさ、いろいろ悩みが尽きないでしょ。まあ本当受験がさ遠くはないし、近すぎないから緊張感持ちきれないってもあるんだけど、遠すぎないからさ、そこそこのなんかピリピリ感が自分の中であるわけ。漠然とした不安というか、で、そういったものがあって、人って不安なもの、しかも一番その漠然とした不安、つかみにくい不安があるとなんかやる気が出なくなるんだよね。で、それがその助長してしまって休憩が長くなっちゃう。だから本当に自分の中でサボり虫がこの時期はねちょっとこう悪さをしやすいんだっていうのを思って、もうゼロの日を作んない方がいいです。何かをやるっていう勉強に関してね。で、1、2年生に関しても、テスト終わったらさ、やった終わったでいいんだよ。いいし、勉強ガツガツせえよとは思わないんだけど、せっかくさ、テスト勉強でさ、ある程度やってたわけじゃんか。テスト前なんて多分1週間前とかだったらさ、毎日やってたでしょ、何かしら。で、その同じ時間勉強しなくていいんだけど、ゼロじゃなくて1日10分とか、例えば英単語5個ずつとかでもいい。多分5個ね、本気でやろうと思ったら10分かからないから。本気でやったら。で、そういった意味で毎日何かをやるっていうのを10月はやった方がいいです。で、これがね、例えばじゃあ10月をさちょっと棒に振ったと、ああやっちゃったなーっつって、いや11月から頑張ればいいかって思うかもしれないんだけど、特に受験生間に合わんぞ、ここでサボると。で、人ってそんな切り替わんないよ。サボるっていう習慣がついた人がいきなり頑張れるわけがない。相当なね大きな出来事がないと。で、高校生のさ共通テストもそうだし、中学生はさ私立が大体1月でしょ、両方1月にあるわけよ。1月って今日から10月11月12月だから3ヶ月しかないんだよ、そのテストまで。やっぱ3ヶ月でなんとか変われるんよ、人って本気になったら。これ2ヶ月だとねやっぱ足らんのよね。いや変われるけど、ある程度は。だからやっぱこの10月っていう、ここをやっぱサボりやすい、みんながサボりやすい時期だから、他のやつをさサボれサボれって願うのはちょっと違うと思うけど、でもだからこそ差がつけやすい。頑張った人が頑張った分だけ伸びやすい時期。もちろん正しい努力をしなきゃいけないってとこあるよ、間違った努力をしちゃいけないんだけど、そういった意味で今月はサボり虫が悪さをしやすいんだ、だからゼロの日をあまり作らないにしよう、そういった気分のね浮き沈みもある、沈んだ時ってやる気がなくなる、やりたくないって思うかもしんないんだけど、だからこそ踏ん張ってちょっとでいいからやろうっていうのをちょっと今月は思っててください。そして2つ目のポイントはキーワードが復習です。予習復習の復習ですね。
受験生とかやっぱ追い込まれてくるので、どん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 先にやらなきゃやらなきゃってやっていくんですよ。例えば自分の動画にしてもそうだし、みんな問題集やってるとできない問題に出会うよね、当然。で、できない問題にいっぱい出会ってると思うよ。で、いっぱい出会うと何を思うかって、やばいと、もっともっとやらなきゃって、私はこんなにできない問題がまだあるんだ、もっともっと早くいろんなこと覚えなきゃって思うんですよ。いや、正しいんですよ。新しいことを覚えた瞬間に人はレベルが上がります、ちゃんと身につければね。なので正しいんですけど、そこに気持ちが持ってかれてしまうと復習をおろそかにします。どん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 前に進んでいくの、進んでってこうさ、例えば器の中に知識っていう水をね、液体を注いでいくとします。それをこぼさないように運んでいくわけですよ、ちゃんとね、自分のものになるように。でもそれが例えば粗くなってこぼれてしまったりとか、そもそもこの器がザルになってるよみたいな、穴開いてますけどって、どん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 入れた知識がこぼれ落ちてんだよね、復習しないと。だからどんなに勉強してる、めちゃくちゃ勉強時間取ったのに覚えてね、模試で点数が上がらねえって、そういった事態に陥ります。で、普段もそうだけど、頑張ったものが成果として出ないってめちゃくちゃしんどいっしょ、辛くない？あ、やっても意味ねえじゃんって思うんだよ。で、普段でも思うでしょ、この時期もっと思うから、あ、もう無理だって、私はこんだけ頑張った、こんだけ努力したのに何も成果が出ねえじゃんって。で、実際ね、実際模試1回とか2回の模試の失敗ぐらいは、出た出題範囲によってその運もあるからさ、それごときでもう落ち込むよ。いや、これ言い方悪いけど、でも自分が塾講師の時だったら、これで落ち込んでんじゃねえよって、もちろん分析するけど、お前はここをこう勉強してきて、今回の出題はここだったんで噛み合ってなかったんだよ、でももしここがちゃんと出てたらできてたんだろって。だから今回の模試に関しては、自分が勉強がしてなかった部分が、自分にとって落とし穴の部分が見つかった、それでよしとしなって、落とし穴を今埋める作業をすれば次は落ちねえだろって、だそういう風に気持ちで進んでいくしかねえぞっていう話はするんだけど、でもやっぱ落ち込むじゃんか。だからできる限り避けてほしいの。もちろん模試とかの出題に関しては自分もわからないし、みんなもわからないじゃん、これが絶対出るよなんてわからないんだけど、でもさ、やったもの、自分が勉強して落とし穴をちゃんとこう、なんだろう、整地してさ、埋めたつもりなのに、そこの場所で落とし穴落ちたら一番ショックでしょ。あんだけそこを勉強したのに身についてねえって。だからそうなりがちなので、きちんと復習してほしいのね。このチャンネルの動画をよく見てる方もね、もう耳タコができるよって思うかもしれないんだけど、ちょっと言わせて。勉強にはね、2つの側面があると思ってます、大きく分けて。1個は新しい知識とか新しい解き方を覚えることです。多くの方がそれを勉強だと思ってる、もちろん正解です。でももう1個ある、それは自分が覚えた知識、できるようになった問題、それを忘れないようにすることです。この2つのバランスをきっちり整えながら進むことが、自分にとっての成績アップにつながると自分は思ってます。だからさっきの話で言うと、その後ろの忘れないようにすることの側面を大事にしろよっていう。で、しかもね、こっちの方がね、楽なんだわ。なんでかっていうと、新しいことを覚えようと思ったら、例えばみんなも数学でイメージしてほしい。ある問題を解いた時に、分かんなかった、間違った、じゃあできるようにしたい、解説読むよね。でも解説だけで自力解決できないこともあるじゃんか。そしたらどうするって、誰かを頼るしかなくなるんだよ。そうすると自分一人では解決できなくて前に進めないっていうことも勉強では起こるんだよね。でも一回できるようになったこととか、一回覚えた知識を忘れないっていうのは、自分だけで絶対に完結できる。誰かの力を借りなくても自分一人でそこは強化することができる部分なのね。だから人の力を借りる必要がないんだわ。だからそういった意味では絶対お手軽なの。そこには自分だけの自己責任、 100% 自分の責任と自分の判断でやることができる部分だから、今月ね、気持ちは焦るし、もっとやんなきゃやんなきゃって思う気持ちもわかるし、進んでってほしいんだけど、やったものがちゃんと身についてるか、その確認をしっかりやる10月にしてもらえたらと思います。